キャメロン・レイノルズはアメリカのバスケットボール選手。テキサス州パーランド出身。NBA のサンアントニオスパーズに所属している。中連大学に入学し、2017年、ジュニアシーズンでゲームあたり平均17ポイントと6.8リバウンドを記録し、アメリカンアスレチックカンファレンスの再成長選手に選ばれた。2年次に試合あたり平均15.1ポイント。 6.3リバウンドを記録した。ストックトンキングス2018年の NBA ドラフトでは指名されなかったが、ウバットリーグのストックトンキングスと契約した。33S c i 出場でゲームあたり平均16.0ポイントを獲得した。ミネソタティンバーウルブズ2019年2月27日、ミネソタティンバーウルブズと10日間契約を結び、 2019年3月3日に NBA デビューを果たし、2分間のプレーで2ポイントを獲得し、ワシントンに121の135で敗れた。2019年3月15日、ティンバー・ウルブズと複数年契約を結んだが、2019年6月28日に解雇された。ミルウォーキーバックス、ウィスコンシンハード2019年7月26日に、 ミルウォーキーバックストンバックリーグのウィスコンシンハードの間でと 2A 契約を締結したが、バックスでの出場はなかった。サンアントニオスパーズ、オースチンスパーズ2020年12月2日に、サンアントニオスパーズのトレーニングキャンプロースターに加わり、プレシーズンゲーム1試合に登場したが、12月19日解雇された。最終的に、スパーズのーリーグアフィリエートである、 オースティンスパーズと契約しし、14試合に出場し、1試合平均29.0分出場で、平均16.1ポイント、4.6リバウンド、1.5アシストを記録した。2021年3月26日、サンアントニオと10日間の契約を結んだ。レギュラーシーズン、ありがとうございます。